豆田でーす。はい、今日は久しぶりに、雑談しながら皮脂崩れ防止メイクをしていきたいと思います。まあ、多分さ、夏の時期って皆さんそれぞれ対策されてたりとか、絶対に夏はこれ使うっていうものあると思うんですけど、私も特に気に入って使っているものがあるので、ちょっと皆さんと情報交換をできたら嬉しいなと思いますので、ぜひ最後まで見てください。すっぴんなんですけど、だいぶね、前よりも肌の状態がね良くなったんですよ。こう見えても前は結構もっと赤みがすごくって、本当どうしちゃったんですか、どうしちゃいましょうかって感じだったんですけど、スキンケアでこう気をつけながらだいぶ改善しました。よかったです。私結構皮脂崩れしやすいんですね。あと汗をすごくかくので、やっぱりちょっと汗にも強くって、それなりにこう皮脂崩れしづらいっていうものをちょっと探してて、私的に毎年これ下地として使っててベストだなっていうものが、ビオレ UV サラサラブライトミルクです。これの青いボトルの日焼け止め知ってますか？日焼け止めって結構塗ってベタベタ感が私本当に嫌いで、日焼け止め本当大嫌い人間なんですけど、ビオレの日焼け止めは結構サラッとするんですね、塗った後も。なのですごい好きで学生時代から愛用してるんですけど、それの、お顔用の日焼け止めです。でブライトミルクっていうぐらいなので色がピンクなんですね。すごく使いやすいので、まずはスキンケアが終わった後にこのブライトミルクをつけます。なんかさ、こういうところとかやっぱりねシミにねなりやすいから特に塗ってます。でも塗っただけで結構もうほんとトーンアップするので、もう下地はこれのみです。でベタベタしない、ほんとサラサラしてるのですごいおすすめ。次コンシーラーです。コンシーラーはずっと、もう皆さんも愛用してるし私もずっと使ってるザ・セムのチップコンシーラーです。これも SPF28 入ってるんですけど、私は 1.5 のナチュラルベージュを使ってます。特に赤みの気になるところをなるべくトントンしてコンシーラーもなじませます。正直さ、もうマスクしてるとさ、マスクほんとずっと取らない日とかもあるじゃないですか。別にご飯食べに行くわけじゃなくって、なんかちょっと外行くぐらいの時とか、日焼け止めとコンシーラー塗って眉毛描いても外出ちゃう時とか全然ありますよね。でコンシーラーのカバー力がやっぱりザ・セムのコンシーラーのカバー力がすごいあるので、もう今この状態だけでもファンデーション塗んなくていいんじゃないかなって私正直思っちゃうんですけど、サボらないのって感じですよね。だいぶ馴染んだんじゃないかな。結構パタパタします。でも密着度が上がるのでよれにくくなりますよね。なるべくポンポンした方が。ファンデーションなんですけど、今まで、キルカバファンデーションっていうクッションファンデーションを韓国のものを使ってたんですね。で今ちょっとやっぱり夏だからあれだとちょっとベタベタしやすいので、カバー力はやっぱりキルカバファンデーション一番いいんですけど、ディープログラムのスキンケアファンデーションを使ってます。肌荒れとかよくしやすい人とか調べたことあるかもしれないんですけど、ノンコメドジェニックって言ってちょっと、ニキビとかコメドを角栓とかになりづらいファンデーションっていうのが、売ってるんですよ。ノブとか、ディープログラムとかもそうなんですけど、お肌に優しい処方になってるので今は、それを使ってます。色さ、今これさ、今こう合ってるじゃないですか。肌の色多分合ってると思う。今カメラで見てると全然合ってると思うんですけど、なんかねそこのね美容部員さんが多分ね新人の方だったっていうのもあるし、ちょっとそこの店舗がなんかちょっと照明が結構暗めだったっていうのもあるんですけど、なんかファンデーションってさこうやって色見て つけた方がいいなって思ったから店舗に行って買ったんですね。そこの美容部員、資生堂の美容部員さんとこうやって見てて、いやどっちがいいと思いますかって言って、やっぱ顔が白受けしちゃうのが私嫌だったから、ちょっとやっぱり一個暗い色の方がいいんですかねって言ったら、あーでもこっちでも大丈夫だと思いますって言ってもらって、あーじゃあこっちにしますって言って買ったやつがめちゃくちゃねちょっとね色がね黒暗かったの。私最初普通につけてて、でなんかはーって言って普通に洗面所出たら、なんか今実家にいるんですけどお母さんに、えなんか顔黒いよって言われて、え嘘って言ってみたら、ちょっとやっぱり色ね間違えちゃったのかなって思ったの。でもさ、もう一回使っちゃったから交換できないじゃないですか。だから
結構やっぱりコンシーラーでカバーできてるので、あのこっちはほんと 薄付きでのせます。ほんとなじませる程度粉を。やっぱりDプログラム、私化粧水をずっと使ってて、肌のそういう赤みとか肌に対してのその負担がすごい少なかったんですよ。だから全然染みるなー時あるじゃないですか、たまに肌弱い人あるある、急に使ってた化粧水染み始めるっていうのがあるんですけど、染みるなーっていう感じがDプログラム1本使い切ってもほんと全然なかったから、あ、じゃあなんかDプログラムにしますって言ってDプログラムにしたんですけど、正直めちゃくちゃカバー力が高いかって言われたらそうではないんですよ。やっぱりそういうクッションファンデーションとか、ああいうリキッドのファンデーションの方が確実にカバー力はあるんですけど、でもやっぱりコンシーラーである程度隠れる人だったりとか、そこまでファンデーションに対してカバー力は求めてないけど、肌荒れとかそういうのを予防したいとか、それぐらいの人だったら全然Dプログラムのファンデーションでいいと思います。薄々でいきます。私はこういうところは本当に崩れにくいのでおすすめです。やっぱりね、ここはどうしても喋るとこうやってマスクがやっぱり動いちゃうから、それで擦れてもやっぱり崩れちゃうのはやっぱりしょうがないと思ってるので、ここはもうこうやってピッピッピッって直すしかないんですけど、こういうさ、やっぱりこのマスクの中で崩れちゃう部分は激しく崩れないのですごいおすすめです。おでこがすごく汗をかいて崩れやすいので、この鼻のここだけいつも紹介して、皆さんもねドンキとかで買っていらっしゃる方多いと思うんですけど、イニスフリーのノーセバムミネラルパウダーをポンポカポンポカします。やっぱり歌って踊る、激しく踊るアイドルの子たちがこことこういうと、あとこう前髪の裏につけるんですって。でそうすると汗でこう前髪がさ、こう割れちゃったりするじゃないですか。そういうのを防げるらしくって、はい、アイドルの子がねそう言って言うなら間違いないですから使ってます。はい、でこれ今の肌の完成形です。めちゃくちゃセミ泣いてる。ハイライトすごいなんかツヤ感、やっぱりサラッとしてるから、なんかこうツヤっと感を出したいじゃないですか。マットすぎるのが嫌なので、ハイライトはクリオのプリズムエアハイライターっていうものを使ってるんですけど、加工で入れたハイライトっていうぐらいなんかね可愛いツヤ感になるので、私はすごい、あと鼻先ですね、私こう入れちゃうと鼻えぐい人になっちゃうので、最近はこのオンリーミネラルのショコラっていうリップが多いです。ちょっとオレンジと茶色の間ぐらい、一気に化粧完成ですって感じだと思うんですけど色がねすごい可愛いんですよ、はっきりした色で完成です。今日ベースで、特に、おすすめだったのがこのビオレのねサラサラブライトミルクと、あとはパウダーファンデーションですね。肌荒れする方にはすごく、Dプログラムのファンデーションおすすめなので、ぜひ使ってみてください。あとは汗対策としてノーセバムミネラルパウダーもすごく、やっぱりもうねもう王道っちゃ王道なんですけど、やっぱり使いやすいしおすすめなので、ぜひこんな感じです。顔触った感じ、こうツヤ感は多分出てると思うんですよ、こうハイライトでなんですけど、触った感じはすごいサラッとしてて、それぐらいがやっぱり私は好きですね。皆さんも、お化粧崩れしづらいとか、この下地おすすめだよとか、そういうものがあったらぜひ教えてください。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。リクエストもコメント欄で受け付けてます。またお会いしましょう。バイバーイ。